金フランは1930年から2003年4月1日まで国際決済銀行の勘定単位として使用されていた通貨である。特別引き出券に置き換えられて廃止された。フランス革命期に発行された金貨フランジェルミナルを基準にしたもので、ラテン通貨同盟が金本位制から脱却した後もフランジェルミナルと同じ 931g の純金に固定されていた。 また、国際電気通信連合やバンコク、郵便連合関連の条約で、国際通信や国際郵便の料金の単位に、金フランが使用されている。アルバニア王ゾグ一世の肖像が描かれた、金フラン公会英物の共同統治だった、ニューヘブリティーズでは、郵便切手に記載される通貨単位に金フランが使用されていた。これは、バンコク郵便条約における、 国際郵便料金が金フランと金セントで表記されていたため、2カ国の共同統治であるニューヘブリディーズでは、このようにする必要があった。これとは別に、通常の貿易では、オーストラリアドルとニューヘブリディーズフランが使用され、さらに、初期の現地政府の予算文書では、イギリスポンドが使用されており、ニューヘブリディーズでの通貨は混乱した状況にあった。 2011年3月9日、スイスの追加通貨として金フランを導入する法案がスイス国民議会に提出された。連邦は公式の金フランを制定し、それぞれが一定の金含有量を持つ異なる額面の効果を発行する。連邦は効果を鋳造することを許可されたライセンス共用者に与えられる利権を規制する。この法案は、 経済財政委員会で検討され、6月の会合で否決された。この金フランは0 1ムの純金と定義されていた。この法案は既存のスイスフランの廃止、置き換え、固定化をするものではなかったため、金フランとスイスフランは共存していたことになる。金フランの金属含有量は固定されているため、スイスフランとの交換レートは 他の自由変動通貨と同様に市場の需要と供給に応じて上下していたであろう。金融危機などの際にスイスフランが非難化とされることが多いのを金フランを導入することで国際資本の流れをそちらに迂回させハードカレンシーとすることを目的としていた。金フランはスイス国立銀行が準備する金とは完全に独立していた。金フランは スイス連邦政府の監督のもと、スイス国内の商業銀行によってのみ中蔵されることになっていた。金フラン法案の支持者は、金フラン制度により、最低投資額と取引単位を引き下げられることで、小学貯蓄者が金に投資しやすくなることを期待していた。ありがとうございます。